ありがとう。最後にあの曲を歌いたいと思います。その前に一生準備するから見ててね。じゃーん、お花の妖精みたいでかわいいよね。みんなのために一生懸命歌います。運命に選ばれし歌いで自分を不安に包む。生まれたばかりの世界に漂おう。ほかが歌姫ほぼと違う世界に出てある日突然地面からねびっと生えてきた。自然のファンタジーあなたが役目。Yeah.
に作り上げてきたマジカル未来、ついに来年10回目を迎えます。2022年もマジカル未来は、マジカル未来テンスアニバーサリー開催決定です。わーい。詳しい日付や会場は来年の春発表するから楽しみに待っててね。最終日まであっという間だったね。来年はマジカル未来の10回目だね。今から楽しみだな。そうそう、10回目。それまでにいっぱい歌って練習しなくっちゃ。来てくれるみんなにもっともっとかっこいいライブを見せるからね。皆さんの思いをかけにレベルアップして帰ってきます。また来年のマジカル未来で大好きなみんなと会いたいです。せーの、またねー。